俺や、入るで。ん？お前んとこの店長もう来たんか？うん、今飲み物を買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。どういうこっちゃ。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ、飲めや。ありがとう、リーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの外道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。は？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えや。お前は何もんや。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。
大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前、確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよったけど、そん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが、ああ誠や。この子は未延命でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとうを繰り返して、わしはその小さい手どうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけが。はい、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。うん、小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、真島。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。どう？はあ？極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん、言うてみ。話はしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと？なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄落ちたらんかい。お前が俺の何を知っとるんやボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや真島。
感動とくと味わえや。やるヤンキマジマ、ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけや。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。
ああ、支配人、おはようございます。おう。先ほど支配人宛に、ほぐし会館のリー様という方からお電話がございました。リーから？ご存知の方ですか？ああ、そいつ、なんて言うとった？それが、支配人にすぐそのほぐし会館に来ていただきたいとしかおっしゃらなくて。支配人？わかった。よう伝えてくれたな。いえ、それでは失礼いたします。マジマ、よう来た。待っとったで。傍聴まで。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水臭いやないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったでマジマ。何の話や。何って、お前やったやろ、あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳と見られます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、何や、これは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、ほぐし会館です。ああ、お前にや。変わったで、真面目や。わしからのプレゼント、受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろな、牧村誠の死体や。何やと。
あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいいや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いやもうちょっと。ええ店やな、真島くん。わしここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。一体何がどうなっとるんや。なんで知らんやつがわしの計画知っとった。おい、どういうことや真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何者なんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の男は別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。奴の欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。どないする。相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれや。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。ご機嫌いかがでしょう。タイム司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは
ングラチュレーション。ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ、ゴロゴロゴロちゃんさん、
読まれたで。ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ、ゴロゴロゴロちゃんさん、読まれたで。ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ、ゴロゴロゴロちゃんさん、
コングラチュレーション。何やって？ご機嫌いかがでショータイム。何やって？はい、司会のドルチェカミアです。コングラチュレーション。